10日の新聞ですね、奈良県警察本部本部長が、ようやく会見をしましたね。最初なんか3人出てきて警備部の人がなんかほとんど何も言わないままだって警備の担当者が何も言えませんみたいな話で何のために出てきたのみたいに思いましたけども、翌日、この鬼塚さんという方ね、奈良県警本部長出てきました。でこの方もともと警備畑らしいですけどもね、で、最終的にはこの方が警備計画そのものを承認しているわけなんですよ。そして、落ち度があったかのようなことをですねおっしゃって、別にこんな本部長の言葉なんか待つまでもなく、これ警備が不適切だったんですよ。だって安倍さん死んでんですよ。警備適切なわけないですよ。それは死んでんですから、要警護者がね、警護対象者が死んでたら、もう死んだという事実でもって警備が不適切だったんですよ。いや警備適切でしたなんてなわけないんですよ。死んでんだから、もうこんな人のね登場をわざわざ待つまでもないんですよ。不適切だったんですね。もう撃たれた時点で不適切だったんですよ。はい。でね、なんか検証するとか言うけど、いや検証なんかする必要ないですよ。これ簡単ですよ。後ろ見てたウォッチャーが、見落としてんですよ。まあずさんとは言わないですけども見落としですよね。だって後ろを見張る人配置されてんですよ。そしたらこんなバスロータリー出て道渡ってくる人いたらそれは静止しますよね。で見てなかったんですよ。なんか昨日あたり出てきましたけど、なんか自転車の人見てたってんですね。はって話じゃないですか。だいたいねこんな暗殺なんていうのはなんか一瞬気をそらす何かがあって、実は、その後別の方向からね攻撃するとかよくある話じゃないですか。だってスリに会う時だってそうですよね。ちょっとアンケートしてくださいとか言ってとか見てる間に後ろから抜かれるとか、わざわざ気をそらすようなことするんで、そんなスリだってやるんですよ。ましてやね、まあ、今回単独犯なのか複数犯なのか知りませんですけども、本当に組織的にね、殺すんだっていうことで計画があるならば、まずこっちでドーンと言ってみんなそっち見てる時に実はこっちから撃つとかですね、そんなことだってあり得るわけだから、自転車のねおじいさんが通ってそっちに気を取られてね、この、テロをそのままね見過ごしてしまったわけじゃないですか。だからもうこんなものはですね、もうね警備計画時代には違和感なかった、はい、もはや計画なんかどうでもいいですわ。後ろをウォッチする人2人配置されてたわけでしょ。2人とも見過ごしてるんですよね。ですぐ近くに SP が1人、ね、警視庁から派遣された警視庁がいて、この人はいざとなったら追いかぶさってでも自らが弾を受けてでも、警護対象者を守るっていう、だから鉄板のねこういうの持ってるわけでしょ。だから結局この2つじゃない、もう本当シンプルな話ですよ。後ろウォッチしてる人が見過ごしてる、これが1つ、ね、一発目はこれ当たらなかったわけだから、一発目で気づいたわけです。気づいた時にどう対処するかですよね。二発目まで 2.5 秒あったわけだから、この 2.5 秒何してたんですかということですよね。一応なんか安倍さんに対してこういうねなんか近づいてた人が一人いる、そしてこの鉄板みたいなのをなんかこうやってね掲げた人が一人いる。でもそれって一発目から3秒後ですからね、もう二発目撃たれた後ですわ。だからもうね、もう見ててね動きが鈍いのよ。だってバーンって一発目撃たれて、そっからキョロキョロしてんのよ。おっ出て、でみんな認識した時にはもう一発目バーンから2秒経っちゃってて、もうそっからさらに 0.5 秒には5秒後にはもう2発目撃たれちゃってるわけですよ。だからね、まあ犯人としては最初の一発で仕留めるつもりだったでしょうよ。でも外れたわけですね。これはもう警護のね、まあ見過ごしちゃったという大失態があったにせよ、一発目外れたんですから、これは願ってもないことなんですよね。で、もともと2発しか弾込めてなかったわけだから、まあ2発って言っても1発ごと6発ずつ入ってたらしいですけどね。あれ筒2本ですから2回撃って当たらなかったら終わりなんですよ。だから犯人は一発目でやるつもりだったんでしょ？一発目外れたんですよ。もうこれはもう願ったり叶ったりですわ。あとは抑えて終わりですよね。なんで2発目？2.5 秒あったんですよ。
すぐ近くに何かあったら覆いかぶさってでも鉄板持ってって 2.5 秒あったんだからさ、その瞬間バッとだからバーンと音がした、これ誰か言ってましたけどもアメリカだったら不発だろうが何だろうが音がした瞬間もう大統領なんかもう張り倒してみんなね上からねかぶせてるってわけですね。いや実はすいません爆竹鳴らしましたみたいな、じゃあふざけんなみたいな、それでもいいんですよ外れでも。なんか音がしたらもう反射神経でバッとねやる、そのためにいるわけでしょ、そういう訓練してるわけですよね。まさか今今日自分が警備しててさすがにないだろうと思ってたんですかね。だからまあこの2つですよね。なんかね人数がどうのとか配置がどうの、いやいやあの配置だっていいですよ、守れました。だってウォッチャー2人いるのよ後ろ、2人見てんだもん後ろ、何見過ごしてんだよって話でしょ。1発目と2発目 2.5 秒、いやそれ訓練でできてるはずですよ、 2.5 秒で守るって、ほんな訓練してたはずですよね。いやいやだからなんかね、いやこれから検証するって言います、いやいやもう検証する必要もないですよ、もう原因は明らかですよね。おじいさんに気を取られてる間に犯人をね見てなかったわけですから、もう検証する必要もないですよ、もう分かってますから。で2発目までに防御姿勢を取れなかったというね。もう私ね、まあほら現場で撮られた動画いくつかありますよね。まあテレビで繰り返し繰り返し流してましたよ。まあいくつかありましたよね。ただ2発目撃つ瞬間はテレビでは流してないよね。でもネット上では普通に見られてましたよ。もう本当に安倍さんが弾を受けるのがちゃんと、あ今ここに弾入ったここに弾入ったって分かるような動画もありましたよね。あれはとてもオンエアでは地上波では流せないでしょう。でね私ねもう心に傷を負いながらですね、あれね多分 1,2,3,4 種類ぐらいあるのかな、動画5種類かな、4種類か5種類あるんですよ。一発目で下向いちゃうやつでしょ、遠巻きで2発目まで全部撮ってるやつと、ちょっと近づいて2発目まで映ってるやつ、この3つ、あとちょっともう1つぐらいあったかな、4種類ぐらいありましたね。あれね数十回ずつ見ましたよ、コマ送りコマ送りで、誰が SP で誰が警護で誰がこの瞬間誰向いてどっち向いてるかっていうのをもう何十回も見てコマ送りで見たんですね。そうするとですね何が分かったかっていうと、バーンと1発目になりますよね、その一発目鳴る瞬間まで誰も気づいてないわけですね。だって後ろウォッチする人2人いるんですよ。でもバーンって一発鳴るまで誰も気づいてない、その瞬間例えば飛びかかるとか守るってことをした人もいないんですよ。みたいな、あーみたいな、おーとか言ってる間にもう2発目撃たれちゃってるわけですね。まあさすがに SP の人ともう一人警護の人は安倍さんに近づこうとした、もう一人はこうやってね弾よけをしようとした、でもそれはもう2発目撃たれた後です。それはじゃあ2秒何してたんだよ、2秒自走ってたんですよ、止まってたんですね、バーンみたいな、で2秒経っちゃってるんですよ。何のための訓練ですか、それだったらね訓練なしで立ってたって同じですよ、そんなものは。そうですよね。でこれねなんていうのかな、いや警備の人も頑張ってたとか、警備の人だって悔しがってるとか、警備の人だってね、ちゃんと守ろうとして動いたじゃないかって、はい、言う人いるんですけども、それね違いますよ。で何のために警備してんですかって、だって要警護者、ね、警護対象者が死んじゃってんですから、誰が悪いって、でも警備ですよ。いやもちろん犯人が一番悪いんですよ。でもね、警備の人がちゃんとね、仕事してたら、安倍さん死んでないんだから。またさ、もう私びっくりしたのは、警護課の課員がね、なんでこんな訓練してるわけでしょ、しょっちゅう。ところが一発目ドーンって時にみんな身をすくめてるんですよ。いや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 、あんたらプロだろっていう。ドーンとハッてなってるんですよ。それで、って顔を上げて、ああみたいになってるんですよね。で、いろんな人映ってましたけども、見てる聴衆も、ああとかなってるんですよ、みんな。結構大きな音がしたみたいですね。ドーンってみんなこんなになってるんですね。何十人もいましたけども、たった一人だけ堂々としてた人がいるんです。それが、安倍さんですよ。
安倍さん喋りながらドーンってなってもピクリともしなかった。で2秒経ってんって振り返った。そしたら撃たれたわけですから。いやいや、これ逆なんですよ。安倍さんこそうんってなればよかったんですよ。ドーンって言った瞬間キュッてなればよかったんですよ。そうすれば死んでないんだから。なんで安倍さんが一番堂々としてんのよ。なんで SP とね警備会員がねこんなになってんだよ。違うっしょ。いやだからね、緊張感足りないんで、まさか今ここでね銃撃されるなんて思ってないんだよ。 SP の人それから警護会員はね、いつどっから何が飛んでくるか分かんない。刃物かもしれない、ね、爆弾かもしれない、拳銃かもしれない、スナイパーかもしれない、ドローンが爆弾抱えて落ちてくるかもしれない。あらゆるところにね危機感を持って瞬時にして判断して動かなきゃいけないですよね。なんでドーンってみんなこんなになってるんですか。それ見てはぁと思いましたよ。なんで安倍さんが一番堂々としてるんですか。あんなすぐ近くでダーン撃たれた安倍さんだけですよ、動じなかったのは。